こんにちは、デリッシュキッチンです。ハートコロッケを作ります。じゃがいも3個は食べやすい大きさに切り、水にさらして水気を切ります。耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで7分加熱しましょう。熱いうちに潰しておきます。玉ねぎ4分の1個はみじん切りにします。フライパンにサラダ油小さじ1を入れて中火で熱し、合いびき肉 70g を入れ、肉の色が変わるまで炒めます。玉ねぎを加えてしんなりするまで炒め、塩小さじ3分の1を加えて味を整え、粗熱を取りましょう。じゃがいもに加えて混ぜて6等分にします。三角に握り、 V 字になるように切り込みを入れ、ハート型に整えます。同様に計6個作って冷ましておきましょう。ボウルに薄力粉 50g、 マヨネーズ大さじ2、水 60cc を入れて混ぜ、バッター液を作ります。種をくぐらせ、パン粉1カップをまぶしましょう。サラダ油適量を170度に熱して種を入れ、上下を返しながら5分ほど揚げます。全体がきつね色になったら完成です。